久保さんレクサスっすかいいんじゃないですかレクサス。はい。まあ僕は BMZ4 って決めてるので、買うとしたらね。はい。まだちょっと先になりますけど、まだちょっと先ですけどね。まあ僕の売り上げ次第ですね。頑張り次第なんですけど。まあ来年っすかね。39。来年、来年っすかうーん。頑張ります。はい。 まあ今回はお金の使い方にしましょうか、まああの。久保さんも言ってましたけど、確かにね、あの、経常利益あの、1兆とか2兆とか3兆あります。じゃあその3兆円を従業員に、ね、全員の従業員にプラス5万円とか配ったら、まあそんぐらいのボリュームになるのか分かんないですけど、じゃあう本当にそれ5万円プラスしてみんなに分配したとしても、多分変わんないですね。<laughs> あんま変わんないですよね。 だけどそれを内部留保で例えば1兆円をどっかにぶち込んで投資するなんか、うん、あのこれから伸びそうな会社に投資していく、うん、すげえリターンもらえるでしょうねうーんだまあこれねあの久保さんもわかると思いますけどまあ従業員雇う時20万払うじゃないですかまあ平均ねでも20万以上の仕事を してくれる従業員ってあんまりいないですね。<laughs> ぶっちゃけ。10人いたらどうなんだろうな。まあその仕事の、あの会社の,あのマネジメントとかそういうのにもいろいろとよると思いますけど、新入社員で何百人雇ったとしても、それじゃあ全員その20万のね、以上の仕事をするかっていうとしないんですよ。うん。だからね、これね、難しいですね。 本当に。だからお金を使う。僕はお金の使い方はもう結論まとめますけども、あの払わないっていう <laughs>。従業員に払わないっていうのを決めたんで、外注にも払わない、従業員、バイトに払わない。一切そこにはお金出さへんと決めました。まあこれがいいか悪いかは。 あなたが決めていただければいいんですけど、僕は良かったです多分。僕はね。うん。どこにお金を使うのか。いや、だったらパソコン買った方がいいですよ。うん。僕、今使ってるパソコン50万ですけど、なかなかいい感じですよ。うん、あの従業員よりめちゃめちゃ何も文句言わないし、あの、サクサク動いてくれますし、うん。本当にコスパ良かったなと。まあ、50万のパソコン高いですよ。高いけど、従業員に金払う。 年間ね、20万だとするならば、年間240万。年間240万、3年間で、2年で480万。3年で、うん、600万。<laughs> 3年で600万ですよで。3年で600万払ってやめてったら、600万、もう、ゼロ。<laughs> ね、うん。だからやっぱね、お金を使うのは、自分に使った方が本当いいです。自分に。 久保さんもね、自分に使ったからですよ。久保さんもはね、なんか塾とか入ったわけなんですけど、自分に使ったわけですよ。別に、そのね、その塾を運営してる会社にね、儲けさせてあげようつってね、クレジットカード枠2枚をね、うわーって払って、塾入ったわけじゃないですよ。俺、これで人生変わらない、これで稼げなかったら文句言ったらそうみたいな感じで、自分に払ったわけですよ。払ってるようで、自分に払ってるわけですよ。わかります、まあ、これ大事ですよ。 まあ同じお金の使い方なんだけど、自分に使ってんのか自分に使ってないのか、これ結構大事ですね。うん。な、でもね、本当ね、自分に使うっていうのがね、一番コスパが僕いいと思います。本当に。めちゃくちゃいいと思います。うん。だからお金を稼ぐって、お金の使い方の方が実は大事だったりしますからね。はい。いってらっしゃい。